どうも、松田です。今回はですね、片方だけたるんでいる人のため の対策動画をやっていきたいと思います。で、基本的にその例えば左の方だけ下がっている方っていうのは、こっちの方の表情筋を使えなかったり、あとは逆の方でしか噛んでなかったりする方が、どんどんバランス悪くなっていくので、そこのね、まずその噛む方向にもね、気をつけて生活をしてやってみてください。それでは早速やっていきます。で、まずですね、自分で鏡を見て口角が下がってる方を見つけてください。で、例えば左の方が下がってるとすると、まず最初に左の方のこのフェイスラインを流していきます。で、これを10回やっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。で、今度はですね、この口角を上げるっていうトレーニングなんですけど、これを左の方だけ行っていきます。こういう状態で、これも10回やっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。で、今度はですね、こうやって顔の方をストレッチしていきます。で、こっからまず圧を加えて、軽くでいいんですけど、加えてから引っ張る。で、この状態を20秒キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい。で、今のがですね、片方だけリフトアップさせたり、あとはその片方だけ太っている方にもですね、効果があるので、例えば左の方だけ顔痩せしたい方でも効果があります。ぜひですね、その顔の歪みだったり気になっている方は試してやってみてください。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、あとコメントの方もお願いします。そしてインスタグラムとツイッターのフォローもお願いします。ではまた。